5秒でパーソナルカラー診断。こんにちは、ゆきです。皆様、自分のパーソナルカラーをご存知ですか？イエベとかブルベとか当たり前に聞くようになった。それ何？パーソナルカラーは自分に合う色、生まれ持った肌、目、髪などに調和する色のことを言います。それを知ってるとより自分を美しく見せられる、最大の自分を見せられる、若返るそうです。無料ですぐに調べられるサイトを見つけました。ビセのパーソナルカラー診断、概要欄にサイトを貼っておきます。まず診断スタート、個人情報の取り扱い同意、ポチで撮影、すぐ結果が出てきます。5秒。多分顔写真撮るとこでまごまごしますので、そこは許してください。実際やってみると写真を読み込めないことがあります。すぐに結果が出ない。その時はだいたい光の問題が多い。ポイント、自然光または蛍光灯の下の明るいところで撮影をする。白熱灯は NG、 蛍光灯の下は自然光に近いので OK なんです。写真をちゃんと読み込めて結果が出ても、その光の加減によって結果が変わってくるので、光の部分だけはちゃんとした方がいいです。イエベとかブルベとか、だいたい皆様ご自分のはお分かりですか？私はきっとイエベだろうと。イエベがイエローベース、ブルベがブルーベース。で、そこから春、夏、秋、冬、4つのタイプに分かれます。私の結果はこちらでした。イエローベースのスプリングとブルーベースのサマー。2つが交互に出てしまいました。6回やった。4つの区分に必ずしも全ての人が分かれるわけではなく、その間の区分にいる人もいるそうです。パーソナルカラー診断で調べると、いろんなサイトがあって、質問形式のものなどもあります。あなたが当てはまるのはどれですかって言って集計するタイプのものと、あとはいろんなこう色が画面に出てきて、それと自分の肌を合わせて合うものを選ぶ。そういうのも私はいくつか試してみたんです。で、その結果自分はイエベのスプリングだなと思ったんです。でも写真撮ったらブルベのサマーも出てきちゃって、よくよく自分に似合う色とか質問を見ると、やっぱり両方にまたがってるなと思いました。プロの方にお金払って見てもらうならいいんだけど、いろんな質問とかサイトだけで見てるとすごく悩むので、写真撮って簡単に分かってしまうこのサイトがいいかなと思ってご紹介させていただきました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今はまだ手放しで外には出れないので、新しい服を買ってとかはなかなか私はならないです。しかしパーソナルカラー診断はメイクにももちろん使えます。ぜひ皆さんもやってみてください。今日もありがとうございます。この動画が良かったなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。ではまたね。バイバーイ。